皆様こんにちは。衆議院議員の前原誠司です。いつも私の政治活動についてご理解ご協力を賜りまして心より御礼申し上げます。ありがとうございます。昨年11月に5名の国会議員で教育無償化を実現する会を立ち上げ、教育や研究開発予算を少なくとも倍増させ、教育の無償化を実現することが日本再生のセンターピンである、また大学改革が日本再生の起爆剤になると訴え続けてまいりました。毎月行われるマスコミの調査では、しばらく支持率ゼロが続いておりまして、ずっと落ち込んでいたわけでありますけれども、最近になってようやく 1% という数字が見られるようになりまして、また最新の共同通信の調査では 1.5% の支持率となりました。まだまだ低い支持率ですが、数多くの歴史ある大きな政党がある中で、単純に計算しますと、今日本の人口が1億2378万人でございますので、100万人以上の方々が教育無償化に賛同してくださり、そして我々の政党を応援してくださっているということになります。本当にありがたいことであります。国会活動におきましては、委員会の割り振り数、また質問時間、部屋の大きさ、政党交付金の割り振り、議員立法の提出要件など、すべて国会議員の数で決まります。私たち教育無償化を実現する会の活動を進めるにあたり、もともと外交や安全保障、エネルギー政策、あるいは国と地方の関係で考え方が近い日本維新の会の皆様方と、教育無償化法案の共同提出、労働法制に対する考え方の一致などを成果目標に掲げて統一会派を組んで、この通常国会では共に活動を行ってまいりました。日本維新の会の皆様は、馬場伸幸代表筆頭に真摯に私たちの声に耳を傾けていただき、議員数でいうと10対1なんですけれども、対等な関係の中で教育無償化法案の提出、あるいは労働法制において金銭解決自体を目標としないという合意に至りました。解散総選挙が目の前に迫り、私たちは教育無償化を実現する会で戦うか、日本維新の会に合流して戦うか、大いに議論し悩みました。大前提として、非自民非共産の野党が協力して政権交代を実現しなければならないという譲れない目標があります。教育無償化を実現する会と日本維新の会がバラバラで戦うより、力を合わせて戦った方が議席が増える、教育無償化の実現に近づくことができる、そういった前向きな判断に基づきまして、またそれぞれの国会議員の考えを尊重しまして、合計4名が日本維新の会に合流することとなりました。議員は議員になること、議員であること自体が目的であっては絶対なりません。愛する祖国日本のために何をなすべきか、私たちの答えは明快です。人づくりこそ国づくり、これにつきます。だからこそ教育研究開発予算を少なくとも倍増させ、親の所得に関係なく学びたいと考えるすべての子どもが機会を与えられる教育無償化を実現するとともに、大学改革など教育の質を高め、一人一人の能力やる気を引き出して、日本の発展と賃金上昇につなげること、これを究極の目的としてこれからも挑み続け、必ず実現させたいと思っております。少々僭越な言い方かもしれませんが、皆様方が応援してくださっている教育無償化の会の仲間に日本維新の会の皆様方が加わっていただいた、
そう思っていただければありがたいです。また他の野党の皆様方にも、この間立憲の代表選挙がありましたけれども、教育の無償化をおっしゃっていた候補の方もおられました。いや、与党の中にもこういった考え方に賛同してくださる方はおられるんではないかと思います。そういった方々にも私たちの思いを伝え、政策実現にこれからも邁進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻とたまりますように、何卒よろしくお願い申し上げます。ご清聴いただきましてありがとうございました。